Shinyun World Company wrapped its month-long performance in Japan, the first stop on its Asia tour. Tickets in multiple places were sold out. Ukraine's ambassador to Japan saw Shinyun in Tokyo. He said the performance displayed China's impact in human history. What we see today, it's a really beautiful art and beautiful efforts to show to people around the globe. This is, I understand, the world tour. That China is definitely a civilization which played a huge role in the history of humankind. From legend to myth, from ethnic dance to folk dance, Shinyun tells the story of 5,000 years of history through music and dance. 別世界って見てる。私の今地球の中にいるのでね。 こういうこともあるんだなと思ってね。西遊記のところのお芝居とか、なんか人が消えたと思ったらスクリーンの方に出てきたり、なんかそういうの演出がまた素晴らしいなって思ったので、もうちょっと後ろの方で見たいなっていう気もしましたね。 プリンシパルの人の体が素晴らしかったです。普通だとできない動きをもうさらっと<笑>だからもう当たり前のように動いてるけど、でもなんかこう普段からこうにしてね、こう鍛えてないとああいうことってできないと思いますし、ましてやこうね、人と同士がこう揃うなんていうのはやっぱりこうね、自分勝手じゃ絶対できないと思うんで、 いや、ああいったこう本当もう皆さんがこう揃っているっていうところにすごくそのこうなんていうんですか、内面の美しさっていうんですかね、なんかこう統一感というか、そういうこうそれこそあそこに出てたなんか懐かしい禅に忍でしたっけ、ああいったものをなんかこうなんていうんですかね、こう意識してるのかなって、はい。 Audiences appreciated Shinyun's efforts to revive ancient Chinese culture, which is known as divinely inspired. 素晴らしい5000年の歴史を感じる、素晴らしい演目で、もう歌も内容がですね、もう本当に本当の古来の中国に戻る宗教ではない。我々やはりこういうものを守っていかなくてはいけないと思います。こういうものがなくなってしまった世の中を考えたら、やはり非常に寂しいものになってしまいますので、 やはり非常に心豊かにできるような、こういう演目というのはずっとずっと後世に伝えていっていただきたいというふうに思います。这些东西呢，正是我们人类共同的财富。我看到那个神韵，把中国文化这样传遍全世界，这个中国人的自豪感呢油然而生，而且觉得这个真了不起。Some say the performance made them reflect and feel rejuvenated. 思想の面もあると思うんですけど、すごくこう大事なことだなと思って、ちょっと神様をちゃんと敬わなきゃいけないなって反省しました。今日はちょっと気分的にうつうつとした気持ちだったんですけど、やっぱりなんか原点に戻ったようなスカッとした気持ちです。はい、お薬になると思いました。柔らかな音で大変心が安らぐメロディーだったと思います。やはり音の持つ 波動、パワーから響き、ハーモニー、そういったものがやはり一人一人の体の中に染み込むようにね、当然音楽は薬の役目があると思います。そうですね、一人一人の力っていうのは、やはり、そこに宿る神様の力の現れだと思います。一人ではできないことがね、それらを信じることで一つになって、 Shinyun performed over 30 shows in Japan, attracting over 40,000 audience members. The company is now continuing its Asia tour with over 30 shows. NTD News, New York.